プリレプは北マケドニアの都市である。2002年時点の人口は66,246人であり、マケドニア共和国では、スコピエ、ビトラ、クマノボに次いで4番目に人口規模が大きい。プリレプはマルコ島の町として知られる。町の名前はマケドニア語でプリレプ、アルーマニア語でパルレアプ、トルコ語でピルレペ、あるいはペルレペと呼ばれる。 プリレプは、ペラゴニア平地の北部、マケドニア共和国南部に位置し、面積は1675平方キロメートルである。プリレプは、プリレプ自治体の中核をなし、幹線道路の m 5E65 号線が通っている。首都のスコピエからは128キロメートル、ビトラからは44キロメートル、クルシェボからは32キロメートルである。プリレプで干される。 タバコの葉プリレープは高品質のタバコの生産地であり、また金属加工や電子部品、木材、繊維の製造、食品産業もプリレープの主要な産業である。プリレープは、また大量のマケドニアビアンコ種別と呼ばれる、純白の大理石が生産される。タバコは、プリレープの伝統的な収入源であり、マケドニアの気候の恵みである。 世界各国の主要なタバコ製造メーカーは、地元で栽培、加工されたプリレップのタバコの葉を使用している。プリレップに設置されたタバコ協会は、タバコの品種改良のための機関であり、遺伝子学を農業に応用したバルカン半島で、初の試みであった。プリレップの住民の多数派は、マケドニア人である。マケドニア人の人口は64,527人である。 少数民族としてはロマが4421人、セルビア人が315人、トルコ人が254などである。2001年のマケドニア紛争で、プリレプ出身の若い兵士10人が放棄した、アルバニア人の過激派に殺害されたことを受け、マケドニア人とアルバニア人の間には、強い民族間対立がある。九百十五年のプリレプの絵はがきプリレプは、 古代都市スタイバラの遺構の上に建てられた。スタイバラは古いマケドニア王国の都市であり、後にローマ帝国の廃下となった。スタイバラは268年にゴート族の侵入を受け、一部は廃墟となった。町がプリレプとして記録された最古の文献は1014年のものであり、クレーディオンの戦いの後、 ビザンティン皇帝バシレオス2世によって目をくり抜かれた大量の兵士を見てブルガリア皇帝サムイルが卒答した場所として記されている。街はその後再興されたブルガリア帝国の支配地となったが後にオスマン帝国に征服された。ペラゴニア平地の中にあるプリレップの方言は今日のマケドニア語標準形の土台となった。1943年に ユーゴスラビア連邦の構成国として、マケドニア人民共和国が成立した翌年、マケドニア語はその公用語として存在が認められた。プリレプとベレスは、マケドニアの地理的中心にあることから、これらの言語が標準形の基礎として選ばれた。アレクサンドロス3世の像、プリレプには、複数の古代遺跡があり、マルコ島の場所にも見られる。また、 18世紀の聖ニコライ聖堂、生新女終身大聖堂、県栄聖堂、プリレプ中央公園のファシズム犠牲者記念碑がある。巨大なローマ時代のネクロポリスがあり、まだ古代の城壁の跡も見られる。古代集落は、タブラ・ペウチンゲリアナに記された、セラミであると考えられている。ローマ時代の遺構はまた丘の斜面に建てられた、バロシュ修道院でも見られる。 修道院は、後の中世の時代に建てられた。大量のローマ人が埋葬された墓地には、一部には、古人やトラキア人の騎士の像、あるいはその他の公的な性質の像が、副葬品として、共に埋められている。ローマ人の墓地は、丘の下のバロシュ修道院の庭に残されている。これらの一部は、修道院の外壁の内側に入っている。 最も重要な古代の遺構は、セピゴボ近くのボデム丘にある都市スタイバラの遺構である。ローマ・マケドニア戦争の頃には、マケドニア王、ペルセウスの基地として知られていた。プリレプ地域のその他の重要な遺構としては、スタイバラから西に6キロメートルのところに、おそらくアルコモ内の町があったと考えられている。アルコモナイは、マケドニアの王たちの要塞として使われ、 ローマ時代に再建されてからはイリュリアへの侵入路として使われた。城壁の一部、門、その他ローマ時代の建造物の一部が発掘された。近年になってこの地で発見された物品は、プリレプ市博物館に保管されている。トレスカ別修道院、トレスカ別修道院は、プリレプから北に 10km のズラトブルフミネのふもと、標高 1100m の断崖絶壁にあり、 12世紀に建てられた。プリレプには14世紀から15世紀にかけてのフレスコが残されている。この場所は初期ローマ時代のコロベーズであると考えられ、古代の町の名前はエフェソスのアルテミスに関する碑文に残されている。碑文はキリスト教聖堂のドームの頂上の十字架の土台として再利用されていた。トレスカ別に残されている。 この他の碑文には、一世紀のアポロに関するものがある。古い要塞は、ローマ、ビザンティンによって使用された。中世の間、ブルガリア皇帝サムイルも1014年にこの地を訪れている。マルココは要塞を大規模に再建し、重要な軍事的要塞とした。ガーフィールド、アメリカ合衆国。ありがとうございます。